冷凍完成です。テンダリーのギムレットのレシピは、ジン 45ml、 フレッシュライムジュース 10ml、 こちら自家製のシュガーシロップ 5ml です。一般的な処方ですと、ライムジュースを 15ml 入れる処方が多いですが、それは、フレッシュが手に入りにくいコーディアルのライムジュースを使っていた時代の処方と思われます。フレッシュを使う場合ですと 15ml 入れるとかなり酸味が、強すぎてしまいますので、テンダリーではライムジュースは 10ml にとどめています。しっかりシェイクして空気をいっぱい閉じ込めてください。以上です。